旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。旅行の達人の川瀬この葉です。今日は穴場といえばここ新潟のお出かけスポット10選をご紹介します。新潟県には様々なお出かけスポットがありますが、今回はその中でも穴場となるスポットを紹介していきます。行った後はこんなところに行ったと自慢したくなるようなスポットばかりです。旅行の達人。まずは一つ目、吹屋小路記念館です。原画や直筆原稿、印刷物など吹屋小路の作品を展示しています。絵が綺麗なのでずっと眺められます。大正ロマンの可愛らしい絵も展示されています。グッズも販売されています。ぜひ素敵な絵を見に行ってみてください。続いて2つ目、胎内市のチューリップフェスティバルです。胎内市のチューリップフェスティバルは長池憩いの森公園で行われています。チューリップだけではなく菜の花も同時に見ることができます。園内に広がる色とりどりのチューリップはとても綺麗です。また毎年変わるかたどられたチューリップもあり、毎年の楽しみにされています。続いて3つ目、石城山西福寺です。江戸時代の彫刻家石川雲長、魚沼市にある曹洞宗西福寺には石川雲長の作品がたくさん並べられています。日本のミケランジェロとも呼ばれており、その作品は彫刻や絵画など100点以上に上ります。一番の見どころは天井彫刻です。その美しさには圧巻されます。続いて4つ目、津南の雪まつりです。津南の雪まつりとは新潟県で開催されているイベントです。スカイランタンを空に上げるイベントもあり、まるでラプンツェルのような世界観を体験できると人気を集めています。約2000個ものランタンが上げられ、とても幻想的でロマンティックです。ぜひ一度は見てみてほしい眺めです。続いて5つ目、津南のひまわり畑です。津南のひまわり畑は新潟県に広がるひまわり畑です。約50万本のひまわりが園内に広がり、とても綺麗で写真映えもするお出かけスポットとなっています。ひまわり迷路もあり、大人から子供まで楽しめる場所となっています。またひまわりウェディングというイベントも人気を集めています。ひまわりをたくさん楽しんでみてください。続いて6つ目、ネイチャーアクアリウムギャラリーです。森の中の水中美術館とも呼ばれています。小さな水槽からとても大きな大型水槽まで、数多くの水槽が展示されています。水槽の細かなところまで丁寧に作られており、とても美しい水槽作品を見ることができます。無料で見に行くことができるため、ぜひ訪れてみてください。続いて7つ目、カーブドッジビネスパです。カーブドッジビネスパはワイナリーでありながら日帰り温泉と宿泊施設があります。ワイナリーということもあり、ワインにたくさん関わることができる点で魅力的です。ワイナリーツアーのほか、ブドウ栽培の体験もできます。ショップでは様々なワインはもちろん、それに合ったワイングラスなども販売しています。ぜひワイン尽くしを楽しんでみてください。続いて8つ目、包丁工房忠房です。包丁工房忠房は手作りにこだわった包丁を販売しています。家庭用から本職用、そば切り用や漁業用など様々な種類を揃えています。直営工房もあるため、工場見学の後その場で購入もできます。おしゃれでありながらも使いやすい包丁です。ぜひ揃えてみてはいかがでしょうか。続いて9つ目、狐の嫁入り屋敷です。狐の嫁入り屋敷は新潟県で開催されるイベントで、江戸時代に行われていた嫁入りを再現しています。白向こう来た花嫁が狐の真似をして行列を作り、夜の街を歩きます。里からの旅立ちから結婚式、披露宴までの一連の流れを行いますが、非日常でとても幻想的です。最後10個目、安田ヨーグルト Y&Y ガーデンツリーバザールです。ここではヨーグルトが作られる流れやヨーグルトの販売を行っています。安田ヨーグルトは新潟県ではとても有名なヨーグルトで、給食にも登場しています。そんなヨーグルトの秘密を見学できちゃいます。またここで食べられるソフトクリームが人気となっています。ぜひお試しください。新潟県の穴場スポットをご紹介しました。気になるところはありましたか？家族とでも友人とでもおすすめの場所ばかりです。新潟旅行の参考にしてみてください。
旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。